入って。あ、そう、うんうん、3種類あんだもん、これでさ。だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になっちゃった。あらば、すいませんね。いやいや、そういうことじゃなくて、で白パテ入れれば4種類か、うん、白パテないんですけども、はい、すいません。あの、思った以上にさ、白パテ使うんだよね。あ、そう、それ1518の硬化剤、うん、あ、そう、そんなシャボいかね。今日は温度が高いんだよ、やっぱり。普通溶けないんだよ、これ。うん、そうだよ。そう、出てこない。今日は出てきてるっていう。あら、そのくらい温度が高い。あ、そう、本当に1518なの。あ、本当だ。いや、いや、本当に一期一会って疑ってたよ、今。そうでしょ。うん、あれとろっとしてるなって。なんでそんなしゃぶいんだと思って。いや、気温がそれだけ今日は高いんだね。高いんだね。うん、ああ、10、だって10月、もうすぐ11月だよ。そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ。いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ。ああ、余計だよ。はあ、はたから見りゃさ、まあ、畑社長は半数で頑張ってるなと思うよ、うん、今日暑いんだよね。いや、そんなしゃぶかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ、うん、本当だ、1518だ、間違いないよ、うん、まあ、あとこいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんだよ。とろーっとして垂れてきちゃう。そこでやっちゃって。あ、いいよ、うん、俺はもうバチ開けたんだから。接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、防生剤にもなるし。だからさ、知らない人はさ、何だろうって思ってるよね。電飾もしないし、高橋スペシャルですか、うん、次やって板金。これがだからさ、うん、従来の車屋さんの候補はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだろうね。ガムテープ、これで穴を。嘘、本当だ。これに、嘘だ、何それ、これ何、やる前にやってやった施工。そうだよ。そうだろ、そこまでやらねえだろ。いや、だって直しようがねえがね、普通、うん、そうだよね、どうやって直すかなと思ってさ、うん、一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度。うん、ジムにやってる板金屋さん、うん、だから、あの、いろんな大きさの、うん、あのアルミ板、うん、あの、もう用意しとくっつって言ってたもん、うん、東北の方の、うん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね。プロ何のその、いや、全然クラブになんないよ。で、これであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、塗りたくって。 FRP より楽だよね。全然。
しゃ。中に泥が入ってくることもねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとそう、下から見るとこうなってるんですけど、はい、リベットの頭が出てる？いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん。完璧じゃん。完璧？完璧。ああ、はい、完璧。わかんないよね。わかんないよね、うん、下から 見るやついないんだもん。そうか、はい、この後でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。やること細かいがね。一応さ、うん、裏側まで塗るん、ちゃんと。だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにあのシールしてやればね。擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、それから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、ベタで糊代を確保できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ、一応夏からの宿題、うん、OK? OK、 OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね。うん、でもこれで、ああ、いやだから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ。 OK、 本当にこれ貼ってたん？本当にこれ貼ってたん？本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね。テープだよ。それを分かんねえように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう。だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうって言うんでさ、うん、ちゃんとなんか直せって結局一般的には直せないけどさ、うん、そうか、直せないんだ。しなくてもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだと違うのにね。そうだよね。これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう。
つうか応急処置だよね、うんうん、まあ、持ってきてると安倍さん分かるわけさ、そういうのが、うん、なるほど、入って、あ、そう、うんうん、3種類あんだもん、これでさ、だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になってる、あらば、すいませんねいや、そういうことじゃなくて、で白パテ入れれば4種類か、うん、白パテないんですけども、はい、すいません、あの思った以上にさ、白パテ使うんだよね、あ、そう、それ1518の硬化剤、うん、あ、そう、そんなしゃぶいかね、今日は温度が高いんだよ、やっぱり普通溶けないんだこれ、うん、そうだよ、そう、出てこない、今日は出てきてるっていう、あら、そのくらい温度が高い、あ、そう、本当に1518なの、あ、本当だ、いや、いや、本当に一期一会って疑ってたよ今、そうでしょ、うん、あれとろっとしてるな、なんでそんなしゃぶいんだと思って、いや、気温がそれだけ今日は高いんだね、高いんだね、うん、ああ10、だって10月、もうすぐ11月だよ、そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ、いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ、あ、余計だよ、はあ、旗から見りゃさ、まあ、全く社長は半袖で頑張ってるなと思う、うん、今日暑いんだよね、いや、そんなしゃぶかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ、うん、本当だ、1518だ、間違いないよ、うん、まあ、こいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんで、とろーっとして垂れてきちゃった社長、車検はそこでやっちゃって、あ、いいよ、うん、俺はもうバチ開けたんだから、接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、そう、防生剤にもなるし、だからさ、知らない人はさ、何だろうって思ってるよね、ああ、電飾もしないし、高橋スペシャルですか、次やって板金、これがだからさ、うん、従来の車屋さんの候補はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだかね、ガムテープ、これだよ、嘘、本当だ、これに、これに、嘘、何それ、これ何、やる前にやってやった施工、そうだよ、そうだろ、そこまでやらねえだろいや、だって直しようがねえがね、普通、うん、そうだよね、どうやって直すかなと思ってさ、一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度、うん、ジムにやってる板金屋さん、うん、だからある、あの、いろんな大きさ の、うん、あのアルミ板、うん、あのもう用意しとくっつって言ってたもん、うん、東北の方の、うんうん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね、プロ何乗ったの、いや全然クラブになんないよ、でこれであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、塗りたくって、ね、FRP より楽だよね、全然
ねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとそう、下から見るとこうなってるんですけど、はい、リベットの頭が出てる。いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん、完璧じゃん、完璧、完璧、うん、はい、完璧。わかんないよね。え？わかんないよね、うん、下から 見るやついないんだもん。どうでしょうか。はい、この後でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。え、やること細かいがね。一応さ、うん、フラグまで塗るん、ちゃんと、うん、だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにあのシールしてやればね、擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、それから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、あのベタでのりしろ加工できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ、一応夏からの宿題、うん、OK? OK、 OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね、うん、でもこれで、ああ、いやだから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ、はい、OK、本当にこれ貼ってたん？ん？本当にこれ貼ってたん？本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね、テープだよ。それを分かんないように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう、だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうって言うんでさ、うん、ちゃんとなんか直せって結局一般的には直せないけどさ、うん、うん、そうか、直せないんだ。しなくてもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだと違うのにね。そうだよね、これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう、つうか応急処置だよね、うん、うん、まあ、持ってきてみて阿部さん分かるわけさ、そういうのが、うん、なるほど、
よ。入って、あ、そう、うんうん、3種類あんだもん、これでさ。だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になっちゃった。あらば、すいませんね。いやいや、そういうことじゃなくて、で白パテ入れれば4種類か、うん、白パテないんですけども、はい、すいません。もあの思った以上にさ、はい、白パテ使うんだよね。あ、そう、それ1518の硬化剤、うん、あ、そう、そんなシャボいかね。今日は温度が、はあ、高いんだよ、やっぱり普通溶けないんだよ、これ。うん、そうだよ、そう、出てこない。今日は出てきてるっていう。あら、そのくらい温度が高い。あ、そう、本当に1518なの。あ、本当だ。いや、いや、本当に一期一会って疑ってたよ、今。そうでしょ。うん、あれとろっとしてるなって。なんでそんなしゃぶいんだと思って。いや、気温がそれだけ今日は高いんだね。高いんだね。うん。ああ、十、だって10月、もうすぐ11月だよ。そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ。いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ。ああ、余計だよ。はあ、はたから見りゃさ、まあ、畑社長は半数で頑張ってるなと思うよ、うん、今日暑いんだよね。いや、そんなしゃぶかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ、うん、本当だ、1518だ、間違いないよ、ね、うん、まあ、あとこいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんだよ。とろーっとして垂れてきちゃった。そこでやっちゃって。あ、いいよ、うん、俺はもうバチ開けたんだから。接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、そう、防生剤にもなるし。だからさ、知らない人はさ、なんだろうって思ってるよね。電飾もしないし、高橋スペシャルですか、うん、次やって板金。これがだからさ、うん、従来の車屋さんの候補はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだろうね。ガムテープ、これで嘘、本当だ。これに、これに嘘、何それ、これ、何、やる前にやってやった施工。そうだよ、そうだろ、そこまでやらねえだろ。いや、だって直しようがねえがね、普通、うん、そうだよね、どうやって直すかなと思ってさ、うん、一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度、うん、ジムにやってる板金屋さん、うん、だからある、あの、いろんな大きさの、うん、あのアルミ板、うん、あの、もう用意しとくっつって言ってたもん、うん、東北の方の、うん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね。プロ何のったの。いや、全然クラブになんないよ。でこれであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、塗りたくって FRP より楽だよね。全然
食うこともねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとそう、下から見るとこうなってるんですけど、はい、リベットの頭が出てる。いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん、完璧じゃん、完璧、完璧、うん、はい、はい、完璧。わかんないよね。わかんないよね、うん、下から見るやついないんだもん。そうか、はい、その後でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。そんな黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。やること細かいがね。一応さ、うん、裏側まで塗るん、ちゃんと、うん、だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにあのシールしてやればね、擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、それから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、あのベタでのりしろを確保できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ一応夏からの宿題、うん、OK? OK、 OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね、うん、でもこれで、ああ、いやだから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ、はい、OK、 本当にこれ貼ってたん？本当にこれ貼ってたん？本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね、テープだよ。それを分かんないように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう。だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうって言うんでさ、うん、ちゃんとなんか直せって結局一般的には直せないけどさ、うんうん、そうか、直せないんだ。しなくてもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだと違うのにね。そうだよね、これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう、つうか応急処置だよね、うん、うん、持ってきてみて、阿部さん分かるわけさ、そういうのが、うん、なるほど。
よ。入って。あ、そう。うん。三種類あんだもん、これでさ。だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になってる。あらば。すいませんね。いや、そういうことじゃなくて。で、白パテ入れれば4種類か。うん、白パテないんですけども、はい、すいません。もあの思った以上にさ、はい、白パテ使うんだよね。あ、そう。それ1518の硬化剤、うん、あ、そう。そんなシャボいかね。今日は温度が、はあ、高いんだよ、やっぱり。普通、溶けないんだ、これ。うん、そうだよ。そう、出てこない。今日は出てきてるっていう。あら、そのくらい温度が高い。あ、そう、本当に1518なの。あ、本当だ。いや本当に一期一会って疑ってたよ今。そうでしょ。うん、あれとろっとしてるな。なんでそんなしゃぶいんだと思って。いや、気温がそれだけ今日は高いんだね。高いんだね。うん、ああ、だって10月もうすぐ11月だよ。そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ。いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ。あ、余計だよ。はあ、旗から見りゃさ、まあ、全く社長は半数で頑張ってるなと思う、うん、今日暑いんだよね。いや、そんなしゃぶかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ、うん、本当だ、1518だ、間違いないよ、うん、まあ、こいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんで、とろーっとして垂れてきちゃう。ここでやっちゃって。あ、いいよ、うん、俺はもうバチ開けたんだから。接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、そう、防生剤にもなるし。だからさ、知らない人はさ、何だろうって思ってるよね。電飾もしないし、高橋スペシャルですか、うん、次やって板金。これがだからさ、うん、従来の車屋さんの工法はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだかね。ガムテープ、これで嘘。本当だ。これに、これに。嘘。何それ。これ何、やる前にやってやった施工。そうだよ。そうだろ。そこまでやらねえだろ。いや、だって直しようがねえがね、普通、うん。そうだよね。どうやって直すかなと思ってさ。一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度。うん。ジムにやってる板金屋さん。うん、だからあのいろんな大きさの、うん、あのアルミ板。うん、あのもう用意しとくっつって言ってたもん、うん、東北の方の、うん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね。プロなんのその。いや、全然クラブになんないよ。でこれであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、ね、塗りたくって FRP より楽だよね。全然
しゃ。中に泥が入ってくることもねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとこうなってんですけど、はい、リベットの頭が出てる？いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん。完璧じゃん。完璧？完璧。あ、はい、完璧。わかんないよね。え、わかんないよね。下から 見るやついないんだもん。でしょうか。はい。この後でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。やること細かいがね。一応さ、うん、裏側まで塗るん、ちゃんと。だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにあのシールしてやればね。擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、それから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、あのベタでのりしろ加工できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ、一応夏からの宿題、うん、OK? OK、 OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね。うん、でもこれで、ああ、いやだから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ。はい、 OK。 本当にこれ貼ってたん？ん？本当にこれ貼ってたん？本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね。テープだよ。それを分かんないように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう。だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうって言うんでさ、うん、ちゃんとなんか直せできるけど、一般的には直せないからさ、うんうん、そうか、直せないんだ。しなくてもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだと違うのにね。そうだよね。これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう。
つうか応急処置だよね。うん、うん、まあ、持ってきてると安倍さん分かるわけさ、そういうのが。なるほど。入って。あ、そう。うん。三種類あんなの、これでさ。だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になっちゃった。あらば。すいませんね。いや、そういうことじゃなくて。で、白パテ入れれば4種類か。うん、白パテないんですけども、はい、すいません。もあの思った以上にさ、はい、白パテ使うんだよね。あ、そう。うん、それ1518の硬化剤？うん。あ、そう。そんなシャブいかね。今日は温度が、はあ、高いんだよ、やっぱり。普通、溶けないんだこれ。うん、そうだよ。そう、出てこない。今日は出てきてるっていう。あら、そのくらい温度が高い。あ、そう、本当に1518なの。あ、本当だ。いや本当に一期一会って疑ってたよ今。そうでしょ。うん、あれとろっとしてるな。なんでそんなしゃぶいんだと思って。いや、気温がそれだけ今日は高いんだね。今日高いんだね。うん、ああ、だって10月、もうすぐ11月だよ。そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ。いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ。あ、余計だよ。はあ、旗から見りゃさ、まあ、全く社長は半数で頑張ってるなと思う。うん、今日暑いんだよね。いや、そんなしゃぶかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ。うん、本当だ、1518だ、間違いないよ。ね、うん、まあ、あとこいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんで、とろーっとして垂れてきちゃった。そこでやっちゃって。あ、いいよ、俺はもうバチ開けたんだから。接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、そう、防生剤にもなるし。だからさ、知らない人はさ、何だろうって思ってるよね。電飾もしないし、高橋スペシャルですか、うん、次やって板金。これがだからさ、うん、従来の車屋さんの候補はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだかね。ガムテープ、これで嘘。本当だ。これに、これに。嘘。何それ。これ何、やる前にやってやった施工。そうだよ。そうだろう。そこまでやらねえだろう。いや、だって直しようがねえがね、普通、うん。そうだよね。どうやって直すかなと思ってさ。一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度。うん。ジムにやってる板金屋さん。うん、だからある、あのいろんな大きさの、うん、あのアルミ板。あのもう用意しとくっつって言ってたもん、うん、東北の方の、うん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね。プロ何のったの。いや、全然クラブになんないよ。でこれであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、塗りたくって FRP より楽だよね。全然
中に泥が入ってくることもねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとそう、下から見るとこうなってるんですけど、はい、リベットの頭が出てる。いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん。完璧じゃん。完璧、完璧。ああ、はい、完璧。わかんないよね。わかんないよね、うん、下から見るやついないんだもん。そうか、はい、でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。そんな黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。やること細かいがね。一応さ、うん、裏側まで塗るん、ちゃんと。だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにあのシールしてやればね。擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、それから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、あのベタでのりしろ加工できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ、一応夏からの宿題、うん、OK? OK、 OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね、うん、でもこれで、ああ、いやだから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ。 OK、 本当にこれ貼ってたん？本当にこれ貼ってたん？本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね。テープだよ。それを分かんないように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう。だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうってんでさ、うん、ちゃんとなんか直せって結局一般的には直せないけどさ、うん、そうか、直せないんだ。なくてもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだと違うのにね。そうだよね、これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう、つうか応急処置だよね、うん、うん、持ってきてると安倍さん分かるわけさ、そういうのが、うん、なるほど、
今日。